さよなら。4体ぐらいはいけんのか。あーえぐいか。うわワンパンなんだ。これアブローラは絶対この範囲に払いないのディフトリアだ。じゃあすまん。いやお前がローラ渡したらダメやって言った結果やぞ。あー多分使わ湧くん結局。そこも結局湧くんか。それだとちょっと面白くないか。いやこの隠しスイッチどうするつもりなんだろう。いつかわかるんかな。じゃあこっちもやっちゃおっか。せい3体ぐらいいけるか。この油がこの垂れてる音がすごいリアル。よし発動させるたびに湧くんか。いやこれ辛いぞもう。用意した部隊を全て投入する事態になる。これこれちょっと待って待ってよ。だからもう火のあれがすごすぎて処理が落ちてないな。でこれですね、読み方ちゃんと調べてきました。費用劇ですね。たかって用って呼べたんだ。でも言うほどダメージ入らんな。費用劇を。硬いな、こいつ。で、こっちかな。いやー。ちょっと湧きすぎやな。あ、やべ、アブロラ来た。そっから狙えたん。ちょっとあっち側まずいな。てかこさっさとこっち側にやっとくべきやったか。じゃあアンナさんにバフを入れて、うん、いや左側きついな。どうしようどうしよう。これやった可能性高いな。あ、加速あるな。アナさんに加速つけたらかなり強いんじゃないこれ。うん。どんどん。もう、もりもりですよ。で、あ、ここで、一発殴りのスリーピーとかで、いい感じになるんじゃない。でもダメージ全然入らんな。からのスリーピーを。70% ぐらいあったよね。出た。よし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 。いや、経験値もダブルで入るし、かなり強い。てか、やべえな。本気でやばいぞ。お、避ける。え？後ろ！ちょっとまずいな。本当にまずいと思う。例の、罠発動さすたんびに、やべえ。後ろ刺すを殲滅するべきか。上から合流。いや、もっと引きつけるべきか、じゃあ。ちょっと無理やぞ。こっから合流しに行くか。これダチに入るよね。ダチンからの2段。ダチン入れて、2段。この、お、そっからもいけたか。よし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 。お、アビリティ。罵倒撃。これもなんか、ステータスにあったな。ステータス見たときに、次に覚えるやつなんか、うっすら出てるんかな。罵倒撃。ノックバックさせるやつね。はいはい。で、これも全力でこいつ倒さなくちゃいけない。こっち側綺麗になったけども。あ、後ろいける。
タカいっちゃう。言うほどやな。で、こいつは勝てんか。タカ。もう乗り物の名前加藤にしようかな。お、いいね。でも言うほどやな。まずい。うわ、行ってやばい。死ぬんじゃないこれ。主人公。なんか、反撃できるようになるやつ。いや、回復せんとマジで死ぬ。いや、無理じゃね、もう。担ぐとかない限り。かー、しんどい。いや、フレデリカがまずいよね。かといって下側行くわけにいかんし、これ積んでないか。セレナがもう、やばいしな。あー。ギャンギャン罠発動させてもダメなのか。あれ弱い方使ったか。あ、そっか。移動しない状態で行動したら、また移動できるやつ。あー、きつい。いや、セレナマジでもう無理じゃないこれ。エザナ先生、雨乞い。天候雨にする。落雷。落雷。ここ芝居といて、後ろ側にまだ逃げれるよね、ワンちゃん。セレノア。オッケー。で、逃げる。セレナちょっと動かしてほしいな。あら、お前寝てたんちゃうんけ。届いとる？お、やった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 逃げれた。で、回復しよう。お、まだいけるわ。おう。手下った。で、旦那さん。背中向けてやがる。二連撃芝居とくか。一回。で、もう一回、殴っちゃおう。ああ、強いってやっぱり。レベルも上がる。で、動けるか。ちょっと合流しに行くか。もう下は気にせんでいいからね。ちょっと広までちょっと、罠発動させん。例のどこに、屋台よかしとくって言っとったよん。まずい。ちょっと、ここも、ここ使われないかなと思ってたけど、使わんとまずいかも。この女子二人に引きつけてもらって、壁。違う。応援のやつか。ヒーラー、TP が必要になる。いやもう、ベネディクトいらんな。かなり使えるわ、イリオちゃん。コーレンティンには、壁出してもらわなくちゃいけないから、次ロランか、その後ヒューエット。ここでやっとくか。あ、結構範囲や。違う。割と範囲ある？射程1か、1か。一応降りとくか。ここで、あ、コレンジすごい。TP も4まで溜まる。ちょっと今から活躍してもらうのしね。この仕様なら、あれやよね、5回まで、5個ストックできってことやよね、TP。二段突き。逃げたいなぁ。すごいな、線が。ノックバックさせるか。バグんなよ。で、吹っ飛ばして。吹っ飛ばして、戻る。
って、これも倒せるんじゃない？タカ。タカ弱いな。影ヌイヤ。影ヌイヤいいんじゃない？影ヌイヤ 80%。あ。そのまま止まっとけ。クリティカル。よし、OK。足も止める。ちょっと早く氷の魔法、なんとか。届いてないよね。よしよしよし。で、アンナさん、早くない？早くない？あれか。速さも上げたから。いや、アンナにかなり効果的やな。あれ。速さのバフ。ジーラーもスタメン間違いねえな。前出して、回復。しといてもいいよね。ちょっとこの広場で罠でやりたいんですけど。私の番です。さあ壁、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 ここ。いや、屋台があるからここでいいんか。これがすごいベスト。で、敵の侵入経路を一本にして、アブローラ地形の気になるなぁ。で、いやもう引きつけてやってしもらうしかねえんかな。なんか地形効果あるやつなかったっけ。地面を炎上させる、地面を炎上させる。ちょっと燃やしとく。あ、敵がいないとダメなんか。じゃあ、まっすぐ逃げるか。反撃できるやつ、かけといても。ローラン結構減っとるな。きちい。きちいわ。きついなあ。あ、投げれるやつ。素直に逃げるか。うん。逃げよう。で、セレノは反撃できるから、意味がうざいのか。こっから費用券。いいんじゃない？あ、これ意味とかうざいしね。にしてもあの、屋台の屋台の仕掛けどうなってんの本当に。で、魔法やから使ってく、あ、撃ってこない。雷、貯めるか。こいつで上の罠発動させてもいいかもしれん。その隙間アブラル、全然こんな。案外優しい。あ、全然追ってきてくれんし。ローラン。いや、マジで屋台のあれどうなってんの？え？屋台壊すとか。え、壊せる？これもしかして。この辺のなんか屋台、どかせばっていうなんかあったよね。あれどういうことな？ちゃんとやれなかったってことなのかな？回復したい。あんま前出す、あれもないか。こいつはまただいぶ、あ、なるほど、こう見ればいいのか。一番直近で動き出すのはこいつだから。前出しといてもいいんじゃない？ここ。あ、投げれるわ。投げちゃおう。あ？一マス？射程0から3。あー、じゃあ、いろんな、え？なんで？あ、壁に当たってんのか。くっそ。よくできとる。で、こっからもあれか、壁に当たってんのか。うまいことカーブかけえよ。
あ、壁に当たってるわ。あ、じゃあまあ程よくか。この辺かな。まあ前出す理由もないしな。ここでいっか。ディフェット。うん、弓届くからちょっと頑張って削ろう。この氷の壁の場所はベスポジだよね、とりあえず。で、アンナさん。あ、オールとかいらんか。で、あえて氷の壁は壊してこないんやね。あー、氷の矢。お、結構かわすね。さっきもかわしたし。弓は命中、結構低くなるんかな。ユリオくん。ユリオくんは、ジーラ、ジーラあたりにその、速さ上がるやつ、やってくれたら助かるんじゃない。とりあえずあれか、ロラン回復しないといけない。あー、届いてしまった。くふふ。悲鳴がリアル。あうぜー。今回は避けれんか。さあ、ちょっと下がって、あ、加速入れて、これ加速自分に入れたら、どうなん。あ、入れれる。回復の回転率上げるの大事だよね。回復は最低、そのアイテムでやれるから、ああ、壁が。壁。この場所いいね。壁作って、氷瀑の魔法。これってあれか？嫁はんもなんか覚えたよね。ちょっと下がるか。さあ、また、日高剣。じゃあ、費用剣。費用剣が使えない。一旦下がるか。範囲回復で二人回復できれば、理想かな。一旦下がるか。うん。で、嫁はん。罠使わなくても倒せそうな気がしてきたんやけど。めっちゃダメージ入るな。これ強いな。あ、エンサこんな強えんだ。あー、じゃあ、逃げつつ、エンサかまして、あの、天候のお姉さん、天候のお姉さんもう雷使えるよね、多分。こいつはハマっとる。ローランくん、まだちょっと、回復戦なんで、また待機かな。結構どんどん TP が溜まってく。で、ヒエット。屋台の上登れないのか。倒せそうなやつさ。向こうヒーラーおらんの、でかい。あ、こんな奥行ったんか。なんとか。やっぱこのタカの一撃が強いけど。勝てー。ちょっと遠距離系なんとか処理しといてほしいな。ちょっと時間かかるけど。これ魔法使いをなんとか。弱点。意味弱点のこととかあるんだ。アンナさんなー、もうこっち側侵入不可能やもんね。アブローラー。めちゃくちゃ空気読んでくれるな。どうしたもんか。ちょ、ステルスでちょっとずつ侵入する。まだちょっと出番じゃない。あれだ。回復だ。しかもあれだ。あればっかで申し訳ないんですけど。アイテムを2回使えるから。ちょっと安い方をいっぱい使っとくか。お渡しします。回復する。で、もう一回動けるから。いや、ほんとあの、
薬師の子いらんな。アンナさんがおれば。レベル、もっとレベル上がった ?12 まで来たけど。経験値やっぱ2倍やからね。いい、うわ、そんな意地悪する？これ死んだかも。うーわ、あんなことしてくる。いや、倒しきれん。ちょっと落雷は落とす、絶対に。ここ、違う。ここでしかもう無理か。あー、マジか。そっか、壁すぐ壊れるもんな。まずい。無理か。かー、あ、そんなあっさり死ぬ感じ？このゲームってどうなんだろう。ファイアーエンブレムシステムなのかな。どうなんだろう。うわー、あんな簡単に壊されるか。死んでも次使えるよっていう感じかな。どうだろう。あ、弱え。ユリオくん。あー、ちょっとセレノアにバフ入れとか。いや、侵入を許してしまったな。助かる。職務に邁進します。壁が、ちょ、コント置いて。くわー、めんどくせえ。ユリオくん、いや、かなり戦力ダウンやな。で、反撃。あ、女子が。で、壁。もう氷結やるしかなくねえか。こう。いや、壁出しといた方がよかったかな。で、下がるか。ちょっと下がり気味に、いかんともきついぞ。火よけ。一体落とせる。一体落として下がるか。今度、ユリオくん危ないんじゃないこれ。ちょっと、引き狩りしよう。こうして、テロラン。突進、突破好きと、これまずいな。向こう側行くもんで、ね。ただこうしたら二人とも殴れる。あ、違う、普通にランスならいいのか。あ、二人殴れるんだ、ちゃんと。んー、ノックバックで引いとくか。ユリオくん危ないよね。前出る、前出る。ここで、いや、きついって、弓。ちょっと、もうちょっと減らさんと無理。ちょっと、引き気味に。ジーラの横かな？ここ。で、アンナ。一マス先におったら無理やもんな。ちょっと、ここも引き時か？一旦飛行。が、線が。いや、集中攻撃受けたら結構まずい気がするんやけど。で、届いてない。ラッキー。で、ジーラ。次、嫁ハン動くから。フレデリカでこいつ、溜まるかな ?TP。なんか溜まってなさそうなんやけど。セレナを回復するか。速さのバフもうちょっと入れたいな。オッケー。お、レベルアップ。で、お、魔法できる。じゃあ、死んでもらいましょう。にしても、エンさんが強いな。ほんと。
それも選んどれんしね。本の角でドゥン無理やわな。1って、あー、じゃあなんとなく演劇、あ、これ一応範囲やからか。なるほど。あ、しまった、移動させちゃったわ。倒せる。OK。あ、でもありかな。丘の上登っとけば側面からつけるもんね、魔法で。うわ、めちゃめちゃ侵入許してしまっとる。誰？イリュウくんか。ガー、耐えて。クルー。エザナさん。これも側面からなんかついてほしいけど。やれることがね。あ、ここに水、雨降らせてさ、雷じゃね。ただ、なかなか TP がかかる。ちょっと、反らしてもらっといてもいいかもしれんね。弓のヘイトを買ってもらうだけでも、助かるかも。回復しといてもよかったかな。やばい。もう、蜂の巣になってる。よし。逃げよう。ジーラを TP 上げといて。うん。自ら回復しといてもよかったかな。ヒーラーとして使うか。詰めてもいい気もするけど。ちょっと光線伝統つらいな。いや、下つれ。ちょっと引くべきやな。前出たらまずい。こんな、こんないい戦いになるとは。二段回復。よし。いや、これ台を平気で回路になれば、ちょっと引こうか。もうちょっと引きつけたいか。一応守備力そこそこあるだろうから、どうなんだろう。守備力、仏棒17。17って弱いな。それならセレノワでね、反撃できるから、かなり低いな、仏棒。もう、アンナと同じやんけ。普通に引きつけてもいいかもな。殴ってから逃げるっていうやつが強いから。前出てる？日高県。もう日高県で行こうかな。飛翔劇。反撃、あのアーマーとかの、うん、反撃で倒せるんじゃない？よし。で、前向く。で、ジーラ。範囲回復。いいね。これいいんじゃない？ありがとう。いや、アブローラがマジで空気読んでくれてるのが助かる。一歩下がるか。このまま突撃して取ったらもう終わっとるしね。壁。ここいいんじゃない？あ。ここに置いといて。いや、ヒューエットおらんのつれえな。さあ、邪魔やろ。で、反撃できるよね。確率やったわ、そういえば。わ、殴れれたか。やめて。全然来てくれん。全然来ない。空気読んでくれる。一向に、お、やめて、なんでアイテム拾うん。で、演劇。ここよ。さい。いいよ、この位置すごい。届くか？届いてない。
アンナさん、こいつ倒せんかね。16。しゃあないか。まあこんだけ突撃しに来てたらもうクリティカル出んかな。側面なら出ないのか。背後取らないと。でユリオちゃん、ジーラにまた使って範囲回復か。いや TP かなり重要よこのゲーム。でドラでも届くもんね。これ味方も巻き込んどる。これもしかしてこれをかわしてくれるんかな。突破好き普通にランスでしばいて、お味方は入らないんだ。これは移動情報。詰めといても弓だらけやな。にしてもちょっと引くか。魔法のやつ負けられない。オッケー。じゃあ背中ついてディレイでも、あ倒せる。精霊のは弓に狙われまくるけど3体ぐらいなんとかなるでしょ。ちょジーラが忙しいけど。OK。レベルも上がる。また硬くなったか。また硬くなったか。うん。仏墓位置上がっとる。雨降らせて。雨降らせて。めちゃめちゃ狙われる。ちょっと雨降らせてみるよっか。全部来る。ただ、一体しか届かんよね。ちょっとヘイトも稼ぎつつ、雨も呼ぶ。これで雷の効果が上がる。あ、もう雨降っとる。早っ。で、ジーラ。こうちゃんでこいつ倒すか。なので、この二人回復してもいいか。あ、なかなか雨ひどくなってきた。少しずつ上がっていくんやね。加速。上の二人大丈夫やから、ジーラに加速入れとくか。ユリオちゃんに加速。いや、加速結構強いしな。ちょ、弓をなんとかしたい。あ、エザナ。エザナ早くなってもな。まあ、フレデリカがベスポジにおるから、フレデリカに頑張ってもらう。ただ TP ねえしな。アンナマックスすぎる。ローランがだいぶ持て余しとるね。ただ今突っ込むわけにいかんしな。こうちゃん加速させるか。なんとか本の一撃で隣のやつ倒せんかな。ちょっと TP 使うのもったいない。私の番です。本いける。本の片手でん。よし。これ、あ、やべ、壁作らんなんのやった。やべえ。やった。やったかもしれん。アブローラは空気読んでくれる。引き狩りか。ミス、ナイス。ああ、上に来た。めっちゃ痛え。やべ、嫁はん死ぬかもしれん。ぐおー、そんな段差あっても嫁はんが死ぬ。ただ、うまいことヘイト稼い。今次はロランで違う、ヒューエ。違う、ロランからの。あれヒューエ
次誰だあれ。あ、アンナか。ロランからのアンナ。あ、今アンナか。顔が似すぎとる。これやってもいいかな。背中やよね、これ。クリティカル。寝かしてもいいかもな。ちょっとまたすぐ倒すそうにないしね。80%。8割なら寝るでしょ。寝てない？正気なの？よし、じゃあ一気に。バトーグ、違う。突破好き。でも言うほど強くない。普通にランセ殴った方がいい。ただ、アブローラが、言うほど来ない。あ、屋台のこの角までか。今こそ攻勢に出る時じゃないですか。これダチンも入るよね。行こう。てか手前のあれ寝てねえやったな、それは。OK。手前向いて。あ、こいつか。引く。アロランかよ。なんなん氷の矢って。で、フレデリカ、あー。たまらんかったか。じゃあ、自ら回復しよう。いや、20じゃ、しょぼいな。20じゃしょぼいわ。あ、で、ユリオくん。こいつを、TP 上げて、もう落雷、いけるよね。いや、ちょっとロランまずいな。こいつなんだか倒しきらんと。年かったもんね。くそー。ただ、ヘイトがセレナーによく向いとる。始めましょう。で、こうちゃん。氷爆使うか。壁ももはや意味ねえしな。意味ばっかやし。氷結。これかな。ちょっと前出つつ、単体。OK。どんどんレベル上がっていく。で、直殴り本でドゥンされた。今こそ落雷よ。めっちゃ範囲広くな、ん？あ、水たまりか。あ、凍ってんのか、下。こしゃくな。ただ、ね、最大級の範囲。ああ、確かにこの辺水溜まりやね。凍ってるせいか。投げとく？これ。あ、まあまあ強いぞ。氷。あ、火強い。これ強いな。この石。あ、また！またあれだわ。ここからなら。くっそ。なかなか直線でいかんな。ちょっと溜めとくか。あ、回復しつつ。あ、TP の薬もあんのか。いや、暇なターンとかそう。アイテム使って回復しといてもいいってことやもんね。じゃあ、これは、ユリオちゃんまだ大丈夫だもんね。嫁編がちょっとまずいか、アンナかな？構成に出たものの、なかなかうまくいってない。あ、これ、閉じ込めて。寝かし、いや、二回芝居とくか。はい。あれクリティカルじゃないんか、これ。背中向いてない。はい。で、下も、またレベル上がったけど。一回に二回分の経験値入るもんね。ロラン頑張って。こいつ動き、あー、届いとった。やば。
あ、逃げれそう。ノックバック、あー倒しきれねえ。二段突きして逃げるか。はい、オッケー。で、帰る。帰る。逃げないとか言いつつも。届いとる。アナさんか。よしよしよし。二十。で、こうちゃん。氷の魔法使えるよね。氷結。今こそ。氷結よ。こっちかな。こっち。いやー、てかヒューエット返してくれるんかな。どこから攻めるか。さ、飛翔剣使えない。なんていうかもう雨降らした意味ねえな。下がどんどん固まっていくんやけど。じゃあ。こうしてまた自分で回復。使うぞ。これお金にやればガンガン、うん、倒せそう。一マス手前でも OK で倒す。アイテム充実させておけば毎ターン暇な時に何かしらの圧使えば、ヒーラーとかもいらなさそうだな。ジーラ回復しとくか。やっぱヒーラー、範囲回復は強いからね。いや、ユリオちゃん強えぞ。ちょ、TP 回復は欲しいわ。で、もう結構いいとこまで来とんね。こいつ倒してもらおうか。てか、アンナレベル上がりすぎないけど。で、あ、ちょっとレベル差出てきたか。そんな経験値入らんね。邪魔なので倒しておく。で、ローラン。回復しなくちゃいけないですけど。一応範囲外に置いとく。引きつけてもいいかもしれんけど。40食らうあれもないでしょ。今の感じだと狙ってきてくれるよね。え？あ、狙、あ、避ける。動かない助かっております。ここでじゃあ範囲回復かな。ここ、いや、ユリオちゃんのおかげでこれができとるからね。雷ドゥンするよ。できんくそ、貯めとくか。よし、もうだいぶもったいないか。もったいない、結構あったやもんね。普通にしばいてアイテムをゲット。それではここでこうちゃん氷さ行く。氷ばっか。あ、倒せる。うん、見事に届いてない。誰で受けるかにもよるな。壁手前に作って弓で、あ、弓おらんわ。もう一つ。よし。もしかして終わり、これもしかして。クリア？戦うんかな？戦うの？帰ってよ。帰ってほしかった。いよいよこれで前に出てくるってことなんかな。お任せください。で、イリオちゃん、ジーラにやっとこうかな。いや、自分自身の悪くないですね。なんだろう、レベルが上がる。自分自身の TP 上げるやつともなかったっけ。あ、これか、激化で。うわ、すげえ、殴ったら TP 下げれるやつもあるんだ。頑張れ。ん？頑張れは。TP2 か。TP3 使って2か。なかなか使い勝手がある。え、てかマジでさ、屋台のあの下り何やったん？なんか失敗しとったんかな、やっぱり。壊せたりとかしない。
ちょっとよくわからんね。ローランに関しては倒してもらうなしね。アブローラ来る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 。ちょっと壁起きてえな壁を作りたい一応範囲回復しといて、フルボッコしたら倒せるかな。なんかそうでもないステータスやったよね。うん、雷ズンしようか。届いてたか。あ、届く。しかもウィーク。ヒットポイントえぐいな。ただ50ぐらい食らう。強いぞ。ウィークやったもんね。ドガーン。お？怒った？怒りました？ああ。怒らはった。ちょっとこうちゃん、あ、てか無限にね、あ、てか状態異常無効とかあったよね。そういうことでいいよね。ああ。ただダメージ。うわ、9。怖いなぁ。でもアンの一番レベル高いっていうか、今仏棒18。うん、ローランより硬い。囲んでしまえばいいか。やっとく。はい、クリティカル。あ、屋台側向いてんだ。もう一回クリティカル。で、詰める。ディレイソード遅らす。これ速さ上げといたらさ、ディレイソードで無限に遅らすことできるんじゃないの。だいぶ食らわしとるけど。氷瀑、なんかいけそうやな。全然てか今グランドクロス来たら終わりやけどな。ダチン入れたかったけど、なんだかロランでとどめさせたいね。さすがにファイアエンブレムみたいに会話はないかな。これ2マス先当てれるけど、おいやー、お会話ある。おお、よう言えたな。あ、ちゃんと会話あるんだ。すげえ、よくできとる。やべ、エザナの雷で終わるんじゃないこれ。てか、ほんとに、最後の最後で、グランドクロスとか、やってきたらやばいけど。敵のターンまだ来てないしね。大丈夫かな。次のターン耐えれば勝ちやしね。結構ディレイで遅れとるな。え？ガチで今。下の順番ってアブローラおる？あ、おるわ。あのあれか、あ、アブローラとローラン間違えたんかてかなんかこの金髪の感じ、なんか王家の人だったりとかせん？アブローラ拾い物したとかって言っとったよね。いや、ディレイソードでかなり遅れさせてるんじゃないこれ。じゃあ一発しばいて、で開けちゃう。そう、ロランにとどめさせたいので下向く。あー、で次セレノアか。いや、セレノアにこの加速入れてさ、ディレイソードで遅らせまくったら無限にボスのターン来ないんじゃないこれね。まだディレイソード、はい動かせんぞ動かせさせんぞ。変な日本語。よし、いったっしょ。あ、
あえて二段突きを。クリティカル、見事なフルボッコ。いや逃げれねその状況から。うん、いやなんかポイントとかボーナス欲しいんやけど、このロランフィニッシュ倒した？逃げたんやよね。よっしゃ、いや普通におもろいないろんなコンボというかね、このキャラとこのキャラ使ったらうまくやれるっていう、なんか組み合わせが面白い。あー家が、これはちゃんと反映されとるんかな、使ったところ。奴らもはや正気の沙汰だいぶ言われてますけど。撤退だ、全軍撤退。お、いいのそれ、怒られるんじゃないあいつに。勝利です。一旦引かしたのはまあでかいけど、この後やよね。結局向こうは兵力があるから、人海戦術で何とでもなるしね。やっぱ包囲できさせられしてるってことはもう、そう兵糧攻めもできるしな。お、特にイベントなし。うん、だいぶ削ったな。三分の二取った。うん、いやーこれはビッグニュースでしょ。双方ってこっちそこまで被害出てなくね。あ、冷えて死んだわ。おお。あ、包囲も解けるんだじゃあ。180度。これは怒られるぞ。お、イベントある。え、なんか2箇所。びっくりマークあるけど、赤色の。ああ、てか、イベントまた。また増えたな。いや、時間かかる。ちょっと、1時間近く撮ってるので、一旦お休憩しようかな。よし、お休憩いただいてきました。さあ、じゃあ、緑とこから先やろっか。これびっくりマークのあれってどういう違いなんかね。敵側の話とかかな。味方側なら青とか、なんかな。じゃあまたテリオールのとこ行ってこっか。シルビオやったっけ。あのデブこっち来るんじゃね。今優勢やからね。優勢でもないか。勝ったって知らせは結構、でかいニュースだと思うけど。また場所違うね。滝。ウォルフォートが勝ったか。さあどうする？こっち来るか？はい。エスフロスト軍はすでに王都へ撤退したとの。これはね、御三家にとっても本当にいい知らせ。また勝利したウォルフォート軍も。ああ、そう？ヒューって一人死んだぐらいだけどな。あ、でそう、あの収録始め前にあの気になって。なんだろう、メンバー表みたいなの見たら、ヒューエと言ってたんで、多分あの程度の死に方なら、多分、ロストしないっぽいかな、このゲームは。うん。が負けることは全く考えなかったわけだ。はぁ、さっさとこっち来いよ、お前。ずっと考えとらんと。なかなか厄介な状況だ。この先、我らはどうすればいい。ほんと意地不だよな、このデブ。あ、もう一回ぐらい大勝利戦と無理か、まだ一応下ってはないんやよね。お、ひらめいた、どうする、書簡を送る、はあ、使い取りを用意してくれ、どこに、はあ、エスフロストかな、いやこっちに何か来るか、いや、ここで我々も戦うとかっていうことになれば、まだ見直すんやけどね。ちょっと遅いけどね。いや、このタイミングでもう、西側からしっかり攻撃してくれたら全然戦況変わったのにな。全然これ取るからね、このルートで。助けに。
じゃあファルクス結局顔出さんだけども向かってきてくれてるんかな。てかこっちも狙われとったよね、あの兄弟に。まだここにおる、どういう状況。報告します。買ったって知らせか。ドラン王子捕獲に向かったイスフロート軍ですが、買ったよ。ホルト軍に敗れ王都へ撤退したとのこと。これは嬉しいでしょう。おうおうおう、早く来てよランドローさん。ロラン王子もご無事です。弓の名手が欲しい。おう、とはいえウォルフォート軍の被害も大きいでしょう。冷静なやつがいつもおるなこいつエスフロストが前回の伝令もこいつか。だからもういい役職与えてもいいんじゃない、この頭の切れる兵士。うん、かしこまりました。支援じゃなくてもう来てくれってよランドロイさんが。御三家が一丸となり必ず勝機はある。一個怪しいのよ、ゴニケになっとるから。シルビオさん、まだそうやな、安全に行きたいんならエスフロストについた方が。ただかなり非難されるけどね、民とかついてこんくない。あでも人、民の損害がないってことの方が民は嬉しいのかな。さあ、砂漠のとこ。ここもなんか、あー、てか左側の、左上のあの、あれ読むの忘れとった。聖杯の大峡谷の重鎮、七聖人ソウルスレイ、ウォルフォードの処理の方に彼は何を思うのか。出遅れたの、こっち側クリオとやったんちゃうんか。多分、背中ついてやる的なことを考えとったんじゃないの。これは好機ですって言っとったもんね、こいつ。このブッカーさん、羊の。まさか、後ろを、後ろを突く予定やったんじゃないの。ウォルフォートが武功で成り上がったのは、ああ。これは株が爆上がりですね。まだ？あれ？全然くじけたのじゃないんだ、出花を。ああ、まあ漁夫の利でも得ようとしてんのかな。疲弊したところをつくね、つくのでも全然ありやからね。暗躍しとるのこのハゲ。次はエスフロストンとか見に行こうか。さすがにアブローラ首にしたりとかはせんよね。あのだってまともな将軍おらんよね。さ、メインストーリーだ。あ、赤色が普通にあれか、メインストーリーってことか。敵とかじゃなくて。じゃあこっちかな。ホワイトホルム城へと帰還したアブローラはグスタドルフに汚名返事の機会を請う。海軍の将ってやつですよ。いや普通にアブローラ優しかったからねずっと後ろで見とってくれたし。ああ、膝ついとる。ウォルフォート軍の力を甘く見ていました。指揮官である私の落ち度です。まあ、ナメプもあったんかな。ならば次は勝ってみせろ。あ、優しい。お前の過ちを注ぐ術は他にない。次やったら終わりやね。敗れはしたが、ウォルフォートの力は削いだ。この機を逃さず次勝って、ちょっと説得したらアブローラこっちにつけれるんじゃない、もしかしたら。今のうちに体を休めておけ。あー、すごい優しいちょっとそういう関係でもあるんかな、この二人。その時は必ずお役に立つ。いやー、こっちの軍に引き入れにしてもロランが黙ってないか。さすがに兄ちゃんやられとるからな、こいつに。障害は全て排除する。はあ、私の邪魔はさせん。全然くじけてないな、こいつも。一回だけの敗戦
ちゃこんなもんか。こっちもやられたもんな。で、オルフォートの方で。いやー、すごいボリュームやな、本当に。これ見て、さすがにもう、終わりかな？一応体験版やからね。SF フロスト軍を撃退したセレダたちは生き残る術を模索すると。どうすんのかなぁ。たぶん、誤算家がしっかり、一枚目になれば、いけそうやね。あとは戦略と戦術を持って、あ、もう、なんならもう、しっかり囲めそうな感じじゃない？この赤い。補給線を立てば、このルート。あと川もか。ここはやっぱシルビオに頑張ってもらうしかないんやって。だから、かなりきついけどね。まあ、そこはボルフォートと一緒にこのラインとこのラインをしっかり押さえつつ、あとは一軍を持ってこう行けば、なんとかなら、ただ背中は疲れるのか。めんどくせえなのハゲ。まあ、置いといていきますか。御三家がしっかり一枚上になれば、やっぱでかいな。テリオールのシルビオ。何かあれば。あ、生きてますね。よかった。高も使える。ありがとう。ぜひ頼む。これは家一軒も燃やさんかったら違った展開になったんかな。こんだけ細かくやってくるゲームなら、そういうのもありそうやな。出発の準備ができました。どこ行くん？そうか。先方によろしく伝えてくれ。先方、どこに行くん？かの大国に頼るのも危うい道ではある。交渉の余地があるかと。ハイさんで行くのか。え、アナさん、離脱する？めちゃめちゃ困るんやけど。アンナは聖杯さんの代表を、そんな雰囲気あったね。勝手にせんと置いてよ、そんなこと。頼れるものは頼るほか。結局仕切っていくのは羊じゃよね。めちゃめちゃいろいろするやん、勝手に。そう。御三家やっぱ一枚なりに なれば結構違うよね。優先すべきは王国内の連帯です。幸いにもロラン王子はお守りできた。シルビオ君が下手れすぎて。テリオール家もファルクス家も。え？この先どう出てくるかはまだわかりません。ファルクスの方は連絡くれてんじゃないの？支援するとかって。あらゆる状況に対応できるよう道を探っておきませんと。ああ、そうだな。まだ、いや、まだほんと予断を許さん状況やからね。終わりか？体験版は以上になりますとかってなりそうな。いや、ずっとやれるな。はよ、本編やりて。で、あとそうっすね、これが、去年末に出た待機、まだ続く。これぐらいか。さっきの続きかな。皇后軍を退け、生きながられたロラン。彼はその意味について考え始める。そりゃもう天命でしょ。で、そう。これが、昨年末に出た体験版なんですけど、直近の2月10日に、1章から3章までの体験版も出ちゃってるので、これ終わったらそれやろうかなって思ってます。まだちょっと日があるので、1週間ちょっとあれよね。なんかすごい攻められてそうやけど。お前たちか。ちょっと凹んでるか、まだ。俺は、いかなるものか、全く分かっていなかった。まあ、第二王子じゃね。お兄ちゃんがなんかしてくれるやろって感じではあるよね。王家の地とはそこまでして守る価値があるものなのか。象徴、やっぱ日本でいう天皇のね、血筋みたいな感覚ではあるかな、これ。
それを言ってはなりません。確かに滅びたら滅びたで次の何か力のあるやつがすげえ変わってもいいことではあるからね。信念の天秤による私たちの決意。いや若いかまだやっぱロランは。高かな時期やわな。きっとそういう年でいいよね。俺は第二王子だ。誰も期待などしていない。いや今となってはもう繰り上がっとるからね。それをたまたま。あんな犠牲まで出して。どんな犠牲出たん。たまたまなどではありません。やっぱ民もそこそこ死んだんかな。どうなんだろう。城にかくまったとか言っとったけどやっぱ兵がいっぱい死んだんかね。ああ。分かっているさ。頑張ろう、ロラ。顔見とこう。ちょっと毛切った方がいいんじゃないか。俺のために結構メンタルが揺さぶられてますね。逆上したり、こんだけ凹んだり。うん。柱にグーパン。なりたい。そうやな、アンナさんと守備力一緒やからな。クラッシュエージとかあるんかな。それあるとだいぶテンション上がるけど、終わりそう。なんだこのキラキラ。あー終わった楽しん、え、Thank you for playing。 楽しんでいただけましたでしょうか。 HD2D シリーズ第2弾、正義と向き合うタクティクス RPG、 トライアングルストラテジー、今後ともよろしくお願いしますと。予約ページとか行くかな。クレジットか。あー全然続き早くやりて。終わっちゃった。例の分岐とかちょっと気になったかな。え、やっちゃうロランを差し出すルート。あー、まあ、時間あるしね。ちょっとダラダラ続けてもいいかもしれん。うん。じゃ、ちょっと、ロラン差し出すルート収録されてるかちょっと見てみましょうか。違う戦闘マップやったらまた、それはそれで面白いしね。あと多分仲間になるキャラも違うよね。ね。今回はユリオくんとか、雷のお姉さんとか、名前覚えてないうん。どこまでしっかり作られてるのかちょっと見てみたいですね。はい。では、したら以上ですかね。ご視聴ありがとうございました。また、お願いします。